インディゴ、まあ合うと思います。黒と、グレーとインディゴの3色使ってもらえれば非常に合わせやすいと思います。やっぱりセットアップかっこいいですよね。どうも、バーセのウェブです。皆さん、お待たせしました。今回ですね、まあ、レターズ、ポップアップが終わっちゃったんですけども、その時に間に合わなかったですね、スペシャルなブルゾンが、いや、ジャケットですね、があるので、ちょっと今回そちらをですよ、セットアップでご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。まずはですね、どのセットアップかと言いますと、こちらです。こちらの、ハウンドトゥース柄の、まあ、いわゆるグレーですね。グレーのテーラードとスラックスのセットアップでございます。で、以前ですね、こちら、ハトキの人紹介しました、一段の方で、ブルゾンの方がですよ、ウエスタンブルゾンの方で、千鳥柄の方をご紹介、まとめてしてたんですけども、その素材を使ったテーラードとパンツとなっております。今回、非常に良かったです。今期のレターズはですね、その、まあ、ウールサテンのアイテムですね。だったりとか、レイオンギャバとかのツヤのある素材と、こういう、ちょっとこう、土っぽさというかですね、男臭さがあるような、なんかこう、マットな質感、ドライな質感の生地っていうのがですね、こういう、ちょっとこう、二極端の、両極端の、生地が非常に、コントラストがかっこいいラインナップとなっているんですね。その中で、今回は、まあ、ちょっと男臭いよりというか、土臭さもあるような、乾いたドライのような質感の、生地のセットアップでございます。これがめちゃくちゃいいんですよ。レターズ結構分かれるかなというかですね、そういうツヤのある生地が好きな方もいれば、こういう生地が好きな方もいらっしゃると思うんですけども、僕はかなりのこういう生地の大好きでございます。で、今回ですね、まあ、このハウンドトゥース柄の、まあ、生地も入りつつ、後ほどご紹介するんですけど、ヘリンボーンのですね、柄じゃないですね、生地の、テーラードとかもあるんですよね。そちらも、まあ、なんとかご紹介できればなと思うんですけど、今日はこちらのセットアップをご紹介しますので、ぜひですね、最後までご覧ください。特にですよ、今日はですね、まあ、セットアップのスタイルももちろんなんですけども、まあ、単品使いでどういう風に合わせればいいのか、グレーって結構皆さん、なんか合わせづらいかもなとか、おしゃれだけど合わすの難しいんじゃないのと、思われる方結構いらっしゃるかもしれないので、そこもですね、なくなるようにしっかりと、ご提案させていただきますので、最後までご覧ください。このバーセイチャンネルはですね、小橋中央区大名にありますセレクショップバーセイのチャンネルとなっております。毎日19時に更新しておりまして、内容としましてはスタイルのご紹介、商品のご紹介、シルバージュエリーのワカンシルバースミスやトゥアレグジュエリー、フレグランスブランドのサノマですね、そしてイバイクスーパーセブンティースリーとアルコン、こちらの、走行動画だったり、まあ、詳細な動画を上げているチャンネルとなっておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。明日からも動画撮影頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあそれではですね、こいつがこのセットアップ一体どういうものなのかご説明していきたいと思います。それではですね、こちらのセットアップかっこいいですね、ご紹介していきたいんですけども、まずはですね、もう見てください、この柄、はい、千鳥柄ですね、かっこいいです。で、今回ですね、実は、この千鳥柄ですね、オックスの、組織で折ってるんですよね。それで、千鳥柄を表現してるっていうような、柄となっております。そして、生地は、ウールとリネンのコンボなんですけども、今回使ってるウールがですね、英国羊毛、いわゆるですね、シェットランドウール。はい。英国の羊毛の中でも、非常に、何でしょう、艶やかで非常に希少性の高いシェットランド地方のウールをふんだんに使っております。結構ですね、シェットランドのウール高いらしいんですよね。なので今回値段も、まあ、最近のレターズの中でもかなり値段、プライスいい値段するとは思うんですけど、その分やはり生地感とかの質感は非常にグレードアップしてかなりのものになっております。そしてですね、今回見てください、特にジャケットなんですけども、オールド感漂うような、非常にこうオーセンティックな、テーラードジャケットになっております。今までのレターズとかでしたら、例えば、こういうところの肩にヨークを入れたりとかですね、バックにもヨークを入れること、ウエスタンヨークとかですね、もうあったんですけども、あえて今回なくしですね、非常にオーセンティックな、
タイプにしています。オールドスタイルというかですね、非常にかっこいいです。そしてですね、まあ2ボタンのシングルブレスレットの、テイラードジャケットなんですけども、これですね、しっかりとよいしょ、襟をこう立ててですね、ここにボタンもしっかりついてるんですけど、こういう風に閉じても着れちゃうと、こういうスタイルでも着れるようになっております。かなり汎用性が高いですね。スタイリングの中でテーラーとして綺麗に着ることもあれば、スタンドカラーのブルゾンみたいなですね、ちょっと着丈の長めのブルゾンとしても使えちゃうと、かなりの優秀さでございます。うん、でやはりですね、テーラージャケットって結構じゃあカチッとした時だけにしか着ないんじゃないのみたいなところもあると思うんですけど、この生地感のおかげでカジュアルにもかなり着れます。でちょっと見ていただきたいんですけど、これですね、まあ最初僕がお伝えしてたんですけど、ちょっとドライな感じっていうのが、そのウールとリネンを合わせるので、ウールの柔らかさとか冬っぽさ、このふわっとした感じもありつつ、リネンのドライタッチな肌当たりっていうかですね、まあこれに関しては、まあ、画面だとちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、着た時とか触ってみると、あ、なんか冬の素材だけどすごいこうドライなタッチっていうのはですね、かなり新鮮に感じると思います。そしてまあ僕はですね、いろんな、まあ、生地がある中でウールとリネンのコンボが一番好きなんですよね。なので今回のレターズのラインナップ、かなり僕大好きなんですよ。なのでちょっと今回僕ご紹介させてもらってるんですけども、まあそういった生地を使ったジャケットでございます。テーラーの話長えなとみんな思ってるかもしれないですけど、はい、今回ちょっとウールサテンがなくなっちゃっておりましたので、今回ドビー柄のドビー織りのジャケットなんですけど、これ実はテーラー形がですね、同じように見て細かいところ実は違うんですよ。なので今回は生地にこういうツヤのある綺麗な生地はより美しく作っております。そしてこういう風に少しこう土臭さもあるような、男臭さのあるような生地を使うときはそれに合わせたような作りにしてるわけですね。細かいところちょっと見ていきたいんですけど、まずはですね、まあパッと見て分かるところ、これ言ってもらうと分かるんですけど、ラピラドコスね、はい、こっちですね、ボタンホールあります。こっちボタンホールないです。つまりまあ襟立てても、まあブルゾン的な形の着方にはならないわけですよね、こうっていうところがまず一つで、これですね、襟立てた時に気づくと思うんですけど、こっちはですね、よりオーセンティックなテーラーのように化身を使っているわけですよ。でこっちは襟立てて着る想定なので、よいしょ、友字になってるんですよね、こういうところ、こういうところも細かく変えてるわけですよ。そしてはい、ポケットですね、こっちはですね、中にポケットが入れてる、まあこの袋のタイプですね、こういうふうにこう見えないですよね、ポケットがあるのが、フラップが見えるだけで。で逆にこっちはですね、見てください、パッチポケット外からつけてるわけですよね。こういうところも、あ、つまりボタン閉じてきた時とかは、あ、カバーオールっぽく見えますよねとか、そういうブルゾン的要素も踏み込んだ、だから盛り込んだですね、形になってます。そしてこちら袖の作りですね、ボタンがこちらですね、はい、本切羽の4つのボタンになってるのに対して、こちら2つボタン、よりちょっとこうカジュアルな感じで着れるように、よりテーラーっぽく、オーセンティックなテーラーっぽく作ってると、そういう風にですね、細かい、実は作り込みっていうのをですね、生地によって変えてるんですよ。なのでこっちの、作り方をしてるのが、ウールサテンとこちらのトビーの、素材ですね。そして、こっちの作りをしてるのがこのハウンドトゥース柄と、後ほどご紹介したいかなと後日ですね思っておりますヘリンボーン柄、ヘリンボーン織りという風になってるんですね。こういう風に、まあ、テーラー4型トータルであるんですけど、アイテムによって、まあ、2パターンに分かれてるんですよね。こういうところとかが、何でしょう、好きな人とか、まあ、レターズ詳しい方とかが、よく、選ばれてる方っていうのは、あ、変えてるんですね、さすが、ゆういちさん。細かい作り込み、いいですよね、と、結構皆さん、燃えるポイントではないでしょうか。僕は非常にこういうところに、かっこいいですね、うわ、作り込んでますね、と魅力を感じるところとなっております。まあ、テーラーの話、長いっすね。でですね、まあ、ようやくジャケットの話終わります。で、一応裏地はもちろん、キプラの100トン素材になっていますので、非常に肌当たりがよく切れます。はい。っていうところで、テーラーやっと終わります。長いっすよね。で、一応金額の方はこちらでございます。これだけ作り込んでこの値段ですよ。最初、ちょっと高いかもと皆さんお伝えしましたけど、これだけ作り込んでこの値段だったら納得できませんか？僕はできます。はい。そして、お次は、ブラウザーですね。はい。今回から、新しく形がちょっと変わっております。ウエスタントラウザーズですね。で結構シンプルな作りなんですけども、よいしょ、
ディテールとしてはこういう風にですね、あのウエスタンベルト、ベルトのところがウエスタンループになってますね。こういう形、コーデターズの定番の形なんですけど、そしてこちらウエスタンのポケットですね。でここにあのこのカットは結構あるんですけど、ここにボタンをつけたりとかですね、タックインした時の見方とか非常にかっこよく見ます。そしてバックも、フラップ付きの、こちらウエスタンのフラップ付きの、ポケットとなっております。そしてですね、今回からなんですが、はい、内側ですね、よいしょ、内側のところに、まあ、滑り止め的な形でレターズのこのロゴを入れてるわけですよね。こういうのとか、うわー、見えないところ、まあハンギングで吊るしてるところでは見えないけども、手に取って見えると分かる細かい作り込みですね。こういうところとかやはり燃えちゃうポイントでございます。そして、レターズのトラウザー、今回ちょっとゆったりめでございます。まあ、レターズ何でしょうね、結構細身の印象もあるかと思うんですけど、今回はちょっと余裕がある形となっておりますので、かなりの、方々入るんじゃないでしょうか。でこちらですね、ジャケットの方はサイズ SM なんですけど、パンツはちゃんと SML 3サイズしっかり、入れておりますので、どの方でも大丈夫です今回。はい、っていったのがこちらの、スラックスですね。スラックスの方は結構ささっといきますよ、素材の話とかもしてますからね。でこちら、はい、スラックスお値段がこちらでございます。いいですよね、セットアップで買うとこの値段です。まあもちろんぜひですね、単品使いもかっこいいんですけど、ぜひ皆さんこういうジャケット、テーラーとスラックスはセットアップでぜひ持っておいてください。でこちらの方が非常に単品使いもできるプラスの、まあ、セットアップ使い、やはりジャケットとパンツは上下で着るとめちゃくちゃかっこいいですからね。はい、っていうのがここまでが、アイテムの説明ですね。名古なりましたら皆さんお付き合いいただきありがとうございました。ここからやっと、スタイリングの方をご紹介していきますので、ぜひ飽きずに最後まで見てください。まずはですね、ジャケット単品で着用しております。今回ですね、まあ今日履いてたこういうちょっとヴィンテージ調のデニムとグレーのテーラージャケット、そしてこちらフリンジ付きのネックウォーマースネのスタイリングで合わせております。こういう合わせかっこよくないですか。グレーとインディゴ、まあ合うと思います。もう皆さん、まあこれは結構想像しやすいね、容易に、ああ合うだろうと分かりやすい合わせなんですけども、やっぱりかっこいいです。まずはですね、単品使いでカジュアルダウンさせて着るとしたら、やはり一番に候補が上がるのがインディゴのデニムだと思います。まあかっこいいです。でですね、今回ですね、僕が着用しているサイズが、サイズこちらで S サイズでございます。僕はですね、身長170センチ、55キロの、まあ細身なんですけども、サイズ S でピシャリです。見てください、この肩の感じ。はい、ちょっと寄ってもらいましょうか。この肩、非常にドンピシャですね。で、そしてこちら袖の長さも非常にちょうどいいです。はい、完璧ですね。で一応ですね、まあなんか好みなんですけど、まあ袖は本切羽になっているので、僕は結構、まあ冬場はあんまりしないんですけど、軽く一折りするぐらいが、まあ結構ちょうどいいですね。そしてシャツが少し見えるぐらいですね。まあこれぐらいがちょうどいいんじゃないでしょうか。ですね、見てください、この感じでございます。で着丈はですね、ミドル丈ですね、ちょっと長めでございます。通常のテーラーよりも少しだけ気持ち長めにしておりますので、なんかこう通常のテーラーと非常に差別化できるというかですね、そういったアイテムでございます。まあかっこいいですね、グレーとインディゴ、ぜひ皆さんこのスタイリングやってみてください。そしてですね、僕ちょっとだけ言い忘れてたんですけど、裏地ですね、まあ、キプラは言ってたと思うんですけど、見てください、こういう風にですね、ちゃんと内側に、はい、内ポケちゃんとついております。いいですね、作りが非常にオーセンティックなテーラードジャケットの作りをしております。ここですね、ちゃんと内ポケになっております。まあこういうところとかね、気が利いておりますよね。で開けるとフリンジのこういうちょっとよりウエスタン調のスタイルですね。なので非常にこうシンプルな形がゆえにですね、合わせるスタイリングでウエスタンライク、まあレターズが得意とするウエスタン調のスタイリングももちろんできるし、綺麗にも、例えばトラウザーでセットアップで合わせればもちろん綺麗にもなりますからね。かなり汎用性が高いですよ皆さん。うわ、これしかもグレーのテーラーってレターズ、まああのあんまり作らないですからね、なかなかないですよ。まあたまたま、春夏でも作っておりましたが、まあないですからね。かっこいいです、グレー、大人な雰囲気。ぜひですね、こちらテーラード気になるなという方、ぜひオンラインツアーこちら掲載しておりますので、概要欄にありますリンクの方からご購入してみてください。まずはですね、テーラージャケット単品の使い方ですね。皆さん、
どんどんイメージが湧いてきて欲しくなってこないですか？でですね、実は、まあ、僕今デニムでしてるんですけども、こいつのですね、まあ、襟を立てた着方っていうのをぜひ見てもらいたくてですね、皆さんちょっとネックウォーマー外してきました。まあこれシンプルな、まあ、ウエスタンシャツなんですけど、これを、まあ、襟をですね立ててブルゾンっぽく着たいんですよね。でデニムで合わせると見てください、こういうスタンドカラーのこういうグレーのブルゾンを着てるような見え方になると思います。こういうするとよりテーラーとは違う見せ方ができるんですよね。なので非常に汎用性の高さっていうのが出てきます。まあ、僕はですね結構この見え方が好きで、この時にポケットのこの見え方っていうのが生きてくるんですよね。めちゃくちゃかっこいいです。ぜひですね、まずですよ、まあこれだけでもおお、スタイリング2パターンいけちゃいますからね皆さん、ぜひですよ。でここからまたパンツを変えたり中を変えてちょっとスタイリングの方していきたいと思います。お次はこちらトラウザーのスタイルですね。まずはですねトラウザーの形がどれだけいいかをシンプルにちょっと見てもらいましょうか。こちらウエスタントラウザーと、上がですねこちらスマイルポケットの今季のですねウエスタンのギャバシャツですね。今回こちら僕も愛用しております。非常にかっこいいですね。でブラックとグレーの、まあ、ツートンのスタイルですね。めちゃくちゃこの合わせもかっこいいです。インディゴとの合わせもかっこいい。もちろんグレーのパンツにデニムシャツとかもかっこいいです。でさっきみたいにグレーのテーラージャケットにインディゴのデニム、これも合いますし、皆さんブラックの中にグレーを入れ込む、これもめちゃくちゃかっこいいです。ちょっと寄ってもらいましょうか。で、このスラックス、こちらですね、僕が履いてるサイズで、サイズ S でございます。今までのレターズのスラックスの中では、かなり、余裕があるタイプですね。なので、腰回りだったり、もも回りとかですね、いわゆるこの辺の、まあ、渡りだったりとかもかなり余裕があるので、非常に履きやすいですね。横から見ると結構余裕があるの分かるんじゃないですか？ゆったりめになっております。だけど正面から見ると非常にスッキリしてるんですよね。そしてポイントなのがこちらのレングスですね。はい。で大体まあS で僕ぐらい170ぐらいでちょうどいいんですけど、まあワンクッション乗るぐらいのちょっと余裕があるような見え方ですね。このバランス感というか丈感っていうのが非常にやはりスラックスかっこよく見えるポイントの一つですよね。うん。やっぱりジャストで合わせすぎるとかなりフォーマルな見え方になるので、まあ、これが余裕があるようなレングスの方がやはりかっこいいですね。で、めちゃくちゃ身長高い方、うん、ウエストめっちゃ細いけど身長僕め高いですっていう、まあそういうかなりのモデルスタイルの方いらっしゃると思うんですけど、内側にしっかり生地の白が残ってますんで丈感も調整しっかりできますんで、そこはご安心ください。でですね、こちらのスラックスめちゃくちゃ履きやすいです。履き心地半端ないです。まあもちろんですね、裏地にキプラがつけてるんで肌当たりももちろんいいですし、何でしょう、リネンも入ってる分、まあちょっとライトな感じがしてですね、これですね、まあ冬場もそうなんですよ。秋冬の洋服だからですね。秋冬に出てる洋服なんで、冬場ももちろんそうなんですけど、結構こう夏手前までしっかり履けるような、雰囲気なので、かなり使い勝手いいと思いますね。うん。後ろはこういう感じですね。で、今回僕が押しております。こちらのですね、はい。ホースのスタッツ付きのベルトですね。まあ、こちらもぜひ良ければ皆さん、オンラインストアはもうないかもしれないですけど、ぜひめちゃくちゃ欲しいよっていう方、直接ご連絡ください。はい。ですね。まあ、こういう感じで、まあ、非常にかっこよく履けるパンツになっております。で、まあ、ポケットとかなんですけど、このウエスタンのポケットめちゃくちゃ手突っ込みやすいんで、ぜひですね、ポケット、まあ、冬場結構手入れるじゃないですか。なので、ぜひよかったら、店頭で試着された際、こうポケット手突っ込んでみてください。めちゃくちゃ入れやすいです。まあ、これもまあ、かっこいいデザインとしてなんですけど、機能としてもかなりいいので、ぜひですね、こういうところもお試ししてもらえればと思います。で、今回まずはトラウザーのスタイルでした。じゃあ、ここからもうちょっとスタイリングしていきたいと思います。それではですね、お次はこちら、デニムジャケットとグレーのスラックスのスタイリングですね。まあ、さっきちょっと言っちゃったんですけど、デニムシャツではなく、まあ、今回デニムジャケットで、まあ、これ上がデニム、下がグレーのスラックス。これもかっこいいです。非常にこうなんかオールド感というかですね、こう男性らしいちょっと渋めのスタイルではあるんですけども、非常にかっこいいです。今回着用しておりますこちらのカウボーイジャケット、こちらもレターズで入荷しているものですね。あ、よかったらちょっと用意してもらいましょうか。こちらのデニムジャケットかっこいいですよね。まあ、いわゆるショートタイプの、まあ、このタイプですね。まあ有名なモチーフの形をレターズが非常にこう現代の雰囲気というかですね、ファッションの雰囲気に合わせてアップデートして作ってるモデルですね。めちゃくちゃかっこいいです。あ、こういう感じですね。うん、うん、
で、まあ中は先ほどと、引き続きこちらのウエスタンのスマイルポケットのシャツを合わせております。まあこういう感じで、まあインナーこういうデニムとグレーの時何着るかなって困った時、まあ普通に黒着てもらって大丈夫ですね。もう黒と、グレーとインディゴ3色使ってもらえれば非常に合わせやすいと思います。まあこうやってくると、ああグレーのスナックスなんか使いやすそうやなというイメージがどん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 、まあ、湧いてくるんじゃないでしょうか。そしてですね、僕この時にしたいスタイリングがちょっとあるので、ぜひちょっともう少々お付き合いください。はい、それでは僕はですね、今年推しておりますこちらのウエスタンのネックウォーマーですね。こういうので上からかぶせてください。こうするとですね、結構あったかいんですよ。首周りとこの半身がこうウールに包まれるだけでかなりあったかいので、正直まあこれぐらいでも今の時期だったら全然過ごせちゃいます。まあそれぐらいこちらのネックウォーマー優秀なんで、ぜひですねこちら27,500円に買えるんで、ネックウォーマーもよかったらオンラインストアありますんで、こちらの方からご購入してみてください。ぜひですね、まあグレアスダックスとか、まあグレアセットアップも購入しようかなどうかなって検討していらっしゃる方は、ぜひこちらもですね合わせてこのネックウォーマーも選んでいただけると、スタイリングの汎用性というか幅がですね非常に増えますんで、クラシックなスタイルからこういう風な、まあ、ウエスタン調のスタイルまで幅広く、まあ、使えるようになる。ぜひよかったらこちらもご検討してみてください。じゃあそれではですね、お待たせしました、セットアップでついに着用したいと思います。はい、お待たせしました、こちらセットアップで着用しております。やっぱりセットアップかっこいいですよね。まあ、僕もテーラー最近よく着てるんですけど、こう何でしょう、背筋がこうクッと伸びるというか、セットアップで着用するとめちゃくちゃかっこいいです。やはりこう男性はですね、かっこよく見えるのってやっぱテーラードジャケットじゃないですか。で今回テーラーはですね、ちょっとこう言いそびれたところもあるんですけども、肩にですね若干の薄めのパッドが入っておりますので、よりですねこうかっちりと見えるというかですね、引き締まって見えると思います。ぜひですね皆さん、こちらセットアップでご購入されることをお勧めいたします。絶対にセットアップおすすめです。でですね、今回、まあ、どちらも着用しているのはサイズ S でこの雰囲気でございます。まあ、かっこいいですよね。まあ、今まで、まあ、いろいろ見てもらったと思うんですけど、単品、ジャケット単品の使い方、そしてこちらのパンツ単品の使い方、まあ、いろいろ非常に汎用性が高いです。そして、セットアップで、着ていただいて、それこそネクタイ締めて、こう、まあ、結婚式だったり、パーティーだったり、何かしらこう、式ごとの時に、もしくは、まあ、女性とこうお食事に行かれる時とかですね、カチッと決めてみるのもいかがでしょうか。そしてですね、まあ寒い時なんかこうやって襟立てれるわけですからね、この見え方もかっこよくないですか。こういうスタイルですね、まあ、非常に汎用性も高いしかっこいいし、まあ、言うことないです。ぜひですね、こちらブラックのセットアップをお持ちな方とかですね、非常におすすめです。まあもちろんですね、ファーストセットアップにもいいので、まあギリギリどうでしょうね、まだ成人式とかですよ、例えばまあ時期的にもまあ卒業式だったり大学の卒業式だったりとかですね、いろいろあると思います。まあそういう式ごとの時に向けてですね、まあまだ選ばれてない方はそちら選んでもらってもいいんじゃないでしょうか。まあ、めちゃくちゃかっこいいですよね。うん、幅広く使えるアイテムですので、ぜひお買い求めしてみてください。最後まで見てくださった皆さん、誠にありがとうございました。レターズのセットアップ非常にですね、話すことも多く話したいことも多くですね、長くなってしまいましたが、最後までお付き合いしてくださいました皆さん、誠にありがとうございました。テントでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。